カイゼロ4ゲームボーイアドバンスは2001年3回ゼロシリーズの第3作目となる。本作はゲームボーイアドバンスのローンチタイトルとして発売された。国外でのタイトルはカイゼロマキシマムベロシティ。シリーズ中、キャプテンファルコンが唯一登場しない作品でもある。ゲーム性は先発のカイゼロ X ではなく SFC のカイゼロのものを引き継いでいる。 アクセルボタン連打により、グリップ力を回復させながらターンする、ブラストターンというテクニックが登場したのは、本作が初となる。SFC 版にもブラストターンの現象自体は存在しているが、連打ではなく、タイミングよくアクセルを ON オフすることによるものである。なお、価格改正前の Nintendo 3DS 購入者、対象であるアンバサダープログラムにおいて、 同年12月16日より 3DS のバーチャルコンソール版の無料限定配信が Nintendo eShop にて開始された。また2014年4月3日から Wii U のバーチャルコンソールにて配信開始された。キャプテン・ファルコン、ドクター・スチュワートといった回、ゼロパイロットたちが過去の伝説となった4半世紀後の世界。 人類の宇宙進出が落ち着いて莫大な収入を稼げる仕事が減ったため、一攫千金を狙える回、ゼロパイロット死亡者が再び増加し始めたとされている。ストーリー的に原点回帰というキーワードが存在しており、コースレイアウトは初代のように平面的で、ルールも初代同様の順位性となっている。ビアンカシティ後の世代において宇宙の中心となるとし、 大量の高純度チタンが採掘され、その効果は、かつて海ゼロ前世紀を支えた、ミュートしてから覇権を奪い取るほどのものとなった。ビアンカとは、初代村長の妻の名前に由来している、イースト・ケンサイドルイス社の区画整備計画により、作られた工業区画の一つ。スタークファームかつては大農場地帯であったが、土壌から有害物質が検出されたことにより、放棄された。現在は、 よすて人たちが集まる地域となっている。ビーコンポート隕石や宇宙船の衝突で故障したビーコンを回収し、修理、再利用するための工場がある惑星。クレーターランド巨大なクレーターの中にある石油資源発掘コロニー。クレーターは巨大隕石の衝突によりできたものとされている。ラピュタンコロニーかつて人口問題を解決させるために中空都市の建設が行われ。 それが、かろうじて成功を収めた地域。忍ばず地表のほとんどが沼となる惑星。かつて革命で国を追われた貴族たちが身を潜め、根付いていった地。クラウドカーペット地表がすべて雲に覆われ、太陽光が直に当たることはない惑星。人々は雲よりも高い塔を建設し、そこから光ケーブルで地上へと光を供給している。 サーキットも雲の上に建設されている。エンシェント・マーレイをおむかし、惑星上の黒い影を海かもしれないと夢見ていた観測者たちの思いがその名に込められた惑星。ファイヤーフィールド地表の多くがマグマに覆われた灼熱の惑星。シリーズの他作品に登場する惑星の中で唯一、本作でもグランプリの舞台となる惑星。サイレンスムオンの惑星。 その空にはマシンの爆音のみがこだまする。本作では誰でも回ゼロを体験できる場所という位置づけであり、1カートリッジ対戦専用のコースのみが用意されている。選べるマシンは4台。グランプリのクリア状況により最終的に10台まで増える。なお、敵者としては初期状態から10台全てが登場している。グランプリは前後コースの5周勝負。 初期状態では、ボーン、ナイト、ビショップの各シリーズからさらに、ビギナー、スタンダード、エキスパートの各クラスを選択。一定条件により、クイーンシリーズやマスタークラスが出現する。1周目は15位以下17五3位以内でゴールラインを通過できないとリタイア。また、20位になった時点で即時リタイア。ブーストは2周目以降。 ゴールラインを通過するたびに1回使用可能。ストックは3回まで。規定順位に満たなかった場合や路外転落。クラッシュ時は、スペアマシンを1台消費して、再レースが可能。携帯ゲーム機での作品ということもあり、通信ケーブルを使用することで最大4人の対戦プレイができる。また、この通信対戦を行った際に、参加したすべてのプレイヤーのカートリッジに記録されていた。 ランキングが統合されるという特徴がある。豆知識、ランキングにおいて、文字の色によりその記録を出したモードが確認できる。赤なら、グランプリ、黄色は、トレーニング、通信対戦では青になる。チャンピオンシップモードでは、通信対戦ができない代わりに、ランキングデータの交換を行うことで、同様のランキング統合が可能。この際、カートリッジに登録されている。 チャンピオンリプレイも最高記録のものが全てのカートリッジに対して登録される。かつて任天堂はこのモードを利用して公式大会を開催し4チームに分けてタイムを競わせた。また1カートリッジ対戦も可能でこの場合は専用のコースとマシンで行う。ありがとうございます。